工場長のチャンネル。こんにちは、工場長です。今日は LOL ちゃんたちのためにちょっと大きな買い物をしちゃいました。それがこちらです。じゃじゃーん、 LOL サプライズハウスメゾンということで、 LOL ちゃんのお家を買ってみました。日本では発売されてないんですけど、海外の方でこちら発売されていて、どうしても欲しくて、ちょっと高かったんですけど奮発して買っちゃったよ。めっちゃ可愛くない？しかもね、85サプライズってことで、これも家だけじゃなくてサプライズ要素が含まれているそうです。ということで今日はこちら開封していきたいと思います。それでは早速開けていきます。オープン、バン。まずこちら、じゃじゃーん、トラックが入ってます。すごくない？でかい。そしてこれ本当は一人で開けるものじゃない気がするんだけど、めちゃくちゃ重たい。よいしょ。よし、待って、これ普通にさ DIY だよ。ネジとか入ってるもん。本当の家作りだこれ。ちゃんとこの板に A とかなんか番号が振ってあるから、多分組み立てやすそうな気はします。あら、全部おしゃれ。あら、これもかわいい。見て、ハートのくり抜き。じゃーん。説明書がここにはない。トラックの中か。あ、説明書っぽいのあった。それでは作っていきます。まず、ていうかやっぱりさ、これ見て、人2人よ。しかもさ、日本語訳ないのに中国語的なのがあるよ。中国語と、あとうにょうにょうにょうとしたやつ、ヒンディー語的な、なんか全く読めないやつがあるのに、日本語訳もつけてほしい。こうね、こうで、これ一人難しいわ。スタッフして、つなげます。ドーン、ここにはめます。ここにはめて、これをここにつけて、この塀みたいなのを横につけて、こっち側にはこれ、あとこれをはめ込みます。よいしょ、すごい高級感あるかも。そしてその下にもこういうのがあるので、はめ込んで、よいしょ、いきます。うい、完成しました。おー、めちゃくちゃ可愛いし、作りがすごく立派。立派っていうか、もうなんかドールハウスというより一つの家具っていう扱いになってもいいんじゃないかって、もこれを本棚とかにしちゃってもいいんじゃないかっていうぐらいのちゃんとしたドールハウスです。まずこれが1階部分です。左側が多分リビングルームかな。扉を開けてガチャッと入ってきて、多分休めるお部屋になるんじゃないかなみたいな。そして右側がキッチンです。そしてここ穴をこれ引っ張ることができて、じゃじゃじゃーん、お庭です。続いてこちら2階部分です。2階部分は、左側はなんか遊ぶスペースかな。テレビがあったり本棚があったり、可愛いポスター、 LOL ちゃんたちですね、その子たちのポスターが貼ってあったりしています。しかもね、ちゃんとほら、この細かいこと、コンセントからのこのお部屋には階段があります。後でまあ紹介するんですけど、次3階につながる階段です。そして右側、ここはバスルームですね。白とピンクを基調とした女の子らしいバスルーム。そしてここが3階部分。左側が、これはベッドルームかな？いや、違う。ベッドルームじゃない。カバンがずらずらーっと並んでいます。おしゃれですね。そして壁飾りがあったり、そして右の壁にはアクセサリー系のものが飾ってある壁紙です。そしてこちらがバルコニー。
広々としたルーフバルコニーっていうやつですかね。後ろの方には景色の紙がパネルが挟まっているので外っぽい雰囲気を演出しているように思います。そしてなんと一番上、こちらヘリポート、めちゃくちゃおしゃれですよね。そしてさらに後ろ側、普通後ろまでさこんな凝らないでしょ、なのにしっかりと背面も綺麗に可愛く仕上げてくれています。あとこれ忘れてました、こちらエレベーター付きです。グオーってしっかりこうやって上げて遊ぶことができます。ふっふー、ガタンゴトン、キキー。ということでお待ちかねの85サプライズ開封していきたいと思います。トラックの中にはこういう箱がたくさん入っています。本当にお引越しの荷物を梱包しているような感じですね。でちなみにこんな風にベッドルームとか仕分けられて入っています。これはバスルーム、アウトドアーズ、外の用品かな。とりあえずこの荷物を各部屋に仕分けていきたいと思います。まずキッチンはキッチン、サロンはここかな、キッチン、これはお洋服、仕分け終わりました。それではまず下の方から開封していきたいと思います。まずこの大きいの、アウトドアーズっていうやつ、すごいちゃんと梱包されてます。ハート型の、あこれプールじゃない、ここにこうやってさはめるやつ、あプールできた。そしてまだ入ってます、もう一個ハートのやつ、こっちね、こっちにはめて、そしてもう一個アウトドアのやつ、なんだろう、じゃーん、犬の足跡、でもこれここだよね、丸いから、砂場かなんかかな、ワンちゃんたちが遊ぶ場所ではないでしょうか。まあこんな感じでどん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 開封していきたいと思います。次がリビングルーム、じゃん、何が入ってるかな、あ、なんか落としてた、あ、めっちゃ家具が入ってる。まず椅子が入ってます。そしてこれはあの椅子のよく足元にあるこういうやつかな、てかテーブルではないよね、こんな感じ。そしてこちらめっちゃおしゃれなテーブルです。これが、まあ、こんな感じ、これテーブルなのかな、にしてはちょっと背が高いような気がする、なんかまあいいや、とりあえず後で配置は決めたいと思います。次にお隣のキッチンのもの開けていきます。じゃーん、子供用の椅子が入っていました。デザインが素敵、椅子から滑り落ちないためのこういうボッコがついていて、その上にはお皿が乗っています。これがなんと2つ入っています。そしてもう一箱開けていきます。いいよ、なんかでかい、これは冷蔵庫じゃない、表面が黒板みたいになっている冷蔵庫、開けてみよう、あーすごいね、中身もちゃんと引き出しついてる、あ、ちょっと待って、なんだろうなんだろう、じゃーん、氷かな、上の段は冷凍庫っていうことか、とりあえずしまっておきましょう。そして下ここの引き出しもちゃんと開きます。でキッチンに置いておきます。続いて2階です。2階はベッドルームでいいかな、ちょっとまだ決めてないんですけど、とりあえずベッドルームのものを置いておきたい。オープン。わあ、ベッド、これもさっきの1階の椅子と同じ色味ですね、お揃いで置いたら可愛いかも。そしてなんともう1個ベッド、次青バージョンです。すごい、これつなげて2段ベッドにすることもできます。そしてこんなのも入ってました。これはベッドのヘリにつけてなんか滑り台っぽくなるみたいです。そして2段ベッドのはしご、この辺にちょっとかけておきましょう。ではでは次の箱開けていきます。何が入ってんだろう、なんだ、ベビーベッドか、赤ちゃん用の寝るやつじゃない、かわいい、リボンついてます。あ、すごいすごい、揺れる揺れる揺れる、これこれであやせますね、こう、おーおー、点灯点灯。そして最後の箱オープン、このまま
パチっていいものが入ってます。うわーかわいいドレッサー、デザインがさーもうお城みたい。黄色のところがちゃんと鏡になっていますね。この取っ手の部分とかも一個一個丸がついててすごい凝ってますね。これはとりあえずここでいいかな。あ、そしてこのドレッサーとセットでこちら椅子も入っています。この椅子も可愛いね、ケーキみたい。 あとこんなの入ってた、ベッドに敷くやつですね。これ枕かな。これに布っぽいやつをかぶせておいて、そして下青い方はこれ、この布をかぶせておきましょう。続いてバスルームです。箱が結構大きい。なんだ、あ、お風呂だ。あ、お風呂だけじゃない、他にもいろいろ入ってる。でまず浴槽です。全体的にクリアで底だけ水色、そして足の部分はピンクのボールがついています。めっちゃおしゃれですね。そして上にはシャワーがついています。そしてもう一つ入ってたのがこれ、トイレ。トイレもこのピンクゴールドみたいなこの蓋が素敵ですね。中は黒、ちょっと大人っぽい。これなんだろう。あ、これさ、まさかさ、なんか音鳴るんじゃない。引っ張ってみます。開けます。あ、なんない。あ、このハンドルかな、レバー。鳴らない。でも絶対これ電池のやつだよね。なんか鳴るよね。押すのかな。これだ、流れた流れるここボタンになってて、ここを押すと水を流す音が鳴る。なぜここをリアルにしたそんな感じでバスルームのものは以上です。続いてサロンいきます。この大きい箱から開けていきます。キラキラしてます、キラキラ。まず大きいものから、こちらソファーですね。そして大理石みたいな高級感あるサイドテーブル、あとこれは謎のオブジェ、なんだろう。そしてこちら、これがね、なんだかわかんないんですけど、電源があるんですよね。ここをオンにしてみましょう。あ、光るライトだ。おしゃれ、素敵ね。そしてこれ何なのかわかんないんですけど、ミラーボールみたいなやつが入ってます。どっかにつけたりするのかな。とりあえずこの辺に置いとこう。そしてこれ開けていきます。じゃーん、LOL ちゃんのお洋服掛けです。ハンガーがね、 LOL 専用のハンガーになっています。この辺にしようかな。こんな感じでサロンは以上です。そして最後、ここでお人形の登場です。開けていきましょう。ババーン、3つのエリアに分かれてる。まずこれがメインのお人形かな。え、なんだ、お人形じゃない、ランドセルみたいな可愛いカバン。あ、開いた。中身はかな、ここ。なんだこれ、文字がちっちゃくて見えない。これと、開けます。あ、で、お人形が入ってた。白と黒のツートンカラーの赤ちゃんです。ウインクしてて可愛いですね。このカバンの中にこれとこの赤ちゃんをしまえということかなこれでなくすことはなさそうですね。じゃ次、真ん中行ってみよう。ででーん、なんだろう、わかんない、カラフルなやつ。おお、メガネ、ピンク色のサングラス。そしてじゃん、あ、ボトル入ってる。蓋の部分が青色の牛乳パックみたいなボトル。そしてなんでしょう、ででーん、わー、アニマル。これも白と黒のツートンカラーの猫ちゃんです。首も一通り動き、しかも足までこうやって動く。すごくない、これかわいい。この前さ、動物のやつ出たけど、こんな動かないし、ここまで大きくなかったですよね。このサイズの動物いいね。この子に多分このメガネをかけて、よいしょ、ごめんね、
いてててごめんごめんごめん。あら素敵。そしてこれか、この子にこれが何なのかわかんないんですけど、あれかな、よく動物病院行って手術した後、このペットちゃんが周りをこうなんていうの、こういうやつあるよね、こういうガードするやつ。とりあえずじゃあこれでいっか、こんな感じで。そして最後右側のやつ開けていきましょう。まずはこちら、洋服だ、かわいい洋服入ってます。サロペットを通して、じゃあアクセサリー、ピンク色のサングラス、靴だ靴、さっきの洋服によく似合いそうな靴です。そしてボトルかな、じゃーん、これまた服の色味に合っているボトルです。そして多分これがお人形袋、誰でしょうか、じゃーん、おーすごい、あららら、ら、あ、もともと服着てる、黒と白のツートンカラーの女の子。ここに入ってる子はみんな黒白の髪の毛なんですね。着替えるとこんな感じです。私が持っている LOL ちゃんたち、お家に入れてみました。じゃじゃーん、めちゃくちゃ豪邸ですね。上の方、ここはサロンです。で、そう、これね、天井につける電気みたいです。なので後で両面テープか何かでくっつけたいと思います。カラーのこっちテラスです。テラスには2人、そしてバスルーム。やっぱこうやってお人形を置くとお家の中が生き生きしますね。リビングルームの家具がちょっと寂しい感じがするのがちょっとね、なんか心残りなんですけど、まあいろんな子たちを置くととても賑やかになります。こんな感じ、赤ちゃんもちょっと置いてみました。ということで今日は LOL サプライズちゃんたちにお家作っていきました。この建物だけでもとっても可愛いんですけど、一つ一つの家具のデザインがおしゃれで、こんな感じで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバーイ。Thank you.